換ですけど、転換は自分が安定して自分が安定することしか考えてないですね。安定することしか考えてないか。で、彼の通り道を開ける。彼はここにいたらこれ次来る。次ね。だから通り道を開けて安定してる。通り道を開けて安定してる。それしか考えてないの。通り道を開けて、彼の通り道を開けて、で安定してる。安定。そういう感じね。それで転換してるの。転換。で、止まってると彼はこう来るね。だから止まらないでこの手は出してるってこと。出してて彼がこっち振り返ってこないように、振り返ってきた時はやっつけてるって、そういう感じね。じゃあ転換からやりましょう。通り道開ける。そしてで、こっちの手が使えるんだったらこうね、まっすぐおへそのが転換してね、転換、こういう転換ね。で、こういうふうに、で昔のやり方だとこう持ってってね、こう持ってるじゃない、こうやってして、こうパカッてパカッてやったの。でもやらなくてもおへそがこう回ってくれば、おへそがこの手を使わなくて、この肘手を座らさなくても、おへそだけ回ってくれば、おへそだけ回ってくる。おへそ、あ、肘手やってないよね、こうやってやってないよね。おへそだけ回ってんの。そうすると自然とこういうふうに来て、これまっすぐまっすぐ、おへその前、ここで肘鉄はやらないで、こうとこういう回転で相手は倒れちゃうから、場所がなくなっちゃうから。彼はこう来ていなくなって、でおへその前にこういうふうに持ってるの。ここでこういうふうに、そうするとこの手を使わなくてもできるよね。ただ腰も返すだけ、こうやってやって、へその前、腰返すだけ、腰、そうすると倒れちゃって、そういう形で、ね、じゃあ上やってみよう。ちょっとこう来て見せたの、こうやって見せてこっちの手空いてんの。だから持てる時は持つの。これ転換してこうやってやって、それからそしたらすごい大変だから、持てる時に持っちゃうの。持てる時に持っちゃう。そしてこういうふうに出てきたの。だから隙間がないの。こうやって転換してこうやってやって、よいしょってこうやってやったら、彼は余裕が出てきたね。こうやって持ってる。こうやって。だから隙間がないように、持てる時には持つの。持てない時には持てないの。そういう話。じゃあ隙間を作らないの。相手に隙間を与えないの。こうやって来るんだよね。でこう隙間あるとね、ほら彼ブロックしていいよ。ブロック。ほらブロック。隙間こんなにあるから、ここ。隙間与えないの。あ、隙間は自分が支配してんの。支配して。まあ、何しろ終わっちゃったら、ほらもうここ隙間ないの。隙間ないの。そして隙間ない状態でこうに回っちゃったの。だからこの手で隙間を作ってた。ほらブロックして、ダメなんだよね。隙間を、ここの隙間は自分でこうやっていっぱいまでになると、この手はねここに置いといたんだけど、テンションがずっとかかってんの。ってことはこの隙間がないんだ。そしてテンションがかかってんの、こっちへ。そして腰回したの、こういうふうに。そしたら居場所がなくなって彼倒れたの。そういうふうにやってほしいのよ。隙間、こうやっていくら勉強してもダメだったよ。ダメだよね、これね。だから隙間取るのが、相手の隙間、こう来たら相手の隙間に入ってる。ほら隙間がないでしょ、これ。そして腰曲がしたの。そういうふうにやってほしいな。じゃあちょっとやってみようかな。もう少しやって。じゃあ隙間取ってるの、ほら、ここの隙間ないよね。だからこういうふうに回ったって話ね。
今度は こっちの手、こっちの手をこういうに隙間ないの、隙間、ここ隙間ないの。こうやってやってるとこうやって離れていっちゃうとこうブロックして、ブロックして、ほらやばいちゃうんだよ。でも隙間がないの、隙間、こうやって持った時に隙間がないの、ほら隙間がないの、隙間ないの。だからやられちゃったの彼。隙間張るとやられちゃう、隙間があると、ああやられちゃうんだよ。強いんだから彼。そういう話だから隙間ないこういうふうにやってんの。まあそれじゃ反対の手でね、反対の手やりましょう。こうやって来た時にテンション、こういうさっきしたこういうテンション、このテンションは戻さないの。このテンション戻したとこうなって、ほらやられちゃうんだよね。こうやってやられちゃうんだよね。だからこの時にもテンションはこっち出してるの、こっち出してここにほら入ってる。これを戻すったらこうなっちゃって全然ダメなんだよ。彼がこうやって戻したらやられちゃうんだよ、やられちゃうんだ。だからテンションはこういうふうに出してんの、出しててこうなってる。だから出してんの、出して同じことやってんだから、同じこと、右手も左手も同じ、手だけ違う、最終的な手だけ違う。こうやったか、このテンションこう出したんだよね、こういうふうにやったんだよね、こういうふうにだこう来てこう、あれちょっと邪魔だ、こうほらテンション同じじゃん、同じじゃん、こっち戻してないじゃん。この時も戻したったらほら戻ったらダメなんだよ。だからテンションが大事なの、それと距離が大事なの、距離。ここじゃやれないのね、ここじゃやれないの。だから入ってんじゃん、こうやってこうやって近いの。そういう話。それからじゃあテンション同じ、こっち入ったの、今度内側入ったの、テンション同じだよ、テンションこっち、そしてこういうふうに入ったの、テンション同じ、テンションは戻してない、バッと戻してない、負けた、やられちゃうんだから、テンションはこっち出してる、そして変わったの、そういうふうに姿勢ね、大事ね、そういう感じ、テンションこっち出してこっち、そういう感じね。じゃあ塩投げで形でやってみよう。転換の時にね、いなくなってってね、いなくなって知らないよって、俺は知らないよって、そしてこの手関係ねえよって、そういうふうにやりたいので、この手をこうやって持ってるとテンションがかからないから、だテンションがなんていうのかな、向こうへ出したいの、向こうへ出してここ通り越してんだよね、こういうふうに出したいの、一回入れて出すの、こっち、それで安定してんので、これをこっち出して、それ安定しないんだ、安定しないんだよね、これ離れちゃうし、すごく、だから一回ここに入れて、そして出してるの、だからここに入れるの、隙間がないの、そしてこうなるの、テンション同じ、そしてこうに入ったの、だから、それを忘れちゃって、この手をやっつけようと思って、彼の方が強いんだから、できるわけないの。いなくなって資格にもらって、資格だよって、全然俺は何でもできるよって、でここね、テンションこっち出してるの、こっち出してるからこういうふうに入るの、そういうふうにやった方がいいんだよね。みんなそれはなんていうのかな、これ手を下げてこう入ろうとしたってダメなんだよ。だからいなくなって、どうぞあちらへどうぞ行きたいんですかっていうふうに、その気持ちが大事なの。それから入ってる、こういうふうに、そういう形なんだけどね、まあしょうがない。そうこうね、今度は転換、ここから転換します、転換、こういうふうに、そうするとこうなって、
これこうして避けていかない、この手を避けていかない、こうやってこっち避けない、自分のあちら行きたいんですかって、そういう形、そして入ってんの、そして真ん中落としてんの、自分のいたところ、それで起きてきたらボカって近いのね。こうやってやってここに来てんの、ここに。で待ってたら来るんだけど、でも取りに来た瞬間入ってんだから、こうやって。だからなんていうのかな、取りに来た瞬間に入れて出して、向こうへ出してるの、その瞬間に落としたの。そういう風にやりたいのね。こうやって落としたの、そして上がってきた時に、ちょっと傾いちゃったけど、まっすぐね、まっすぐまっすぐね、こうやって行って、向こうへ入ったの。もうこっち転換ね。そしたらこう入って、で自分のとこ落として、で上がってきたらこう、そういう形ね。じゃあやってみようか、入り身投げね。はい、あのね、一筆書きなの。あ、入り身投げとか全部混ざって一筆、1、2、3じゃないの。だから一筆書きで、こう来たらこう来て通り越したよね、そしたら落としてきて、そしてズバーってこういう風になったの。そう、これ一筆書きなの。入り身の時はこうですよ、だからおへそこうですよとか、いや、考えてたらダメなの。一筆書きだと思ってんの。失敗したら失敗した。で、例えばこうやってやって離れすぎてたら、この肘とか回ってきてボカってやられちゃうんだよね。だから次の時はやられないように、次の時はあ、もらったらすぐ落としてんの。そしてこうやるとかさ、離れてもっと向こうへ行こうと思ったら一筆書きなの、何しろ一筆書き。そして後ろもらって起きらんないようにした方がいいなと思ったら、何しろ一筆書きなの。一つ一つバラバラにしないように一筆書きだと思ってやってんの。そういうふうに思わないとダメ、うまくならないから。一筆書きじゃないと分解して、入り身投げはこうですよ、入り身はこうですよとか、ね、こうやってじゃないからね。そういう話。じゃあ最初に展開ありましたよね。で邪魔しないって言ったので、あの邪魔しながらやってたら何もならないのか、邪魔しながら。だから邪魔しないように彼の向こう行きたいんですかって、そういう加速してんの。そしてポカッてやってるので、だから姿勢良くするとか邪魔しないとか、そういうのが基本だからね。邪魔しながらやってたら何にもならないの。かっこよくできたんだけどね。だ それが大事なので、いろいろ入り身投げやるけど、あの邪魔しないことが最初。相手の通り道を開けて向こうに出したの、向こうに。で彼は向こう行ってるから資格取れたのね、資格取れて、だからこういうふうになったの。自然となったので、これ邪魔してたらこうやっていくらうまく彼は受け身取ってくれるんだけど、よくないんだよね。だからそれは自分の稽古だから、自分じゃないと分かんないから、そういう話だ。邪魔しないっていう、通り道開けるって、そういう転換の、そういう基本的な形が大事。形こうやって邪魔してたら何もなんないの。これいろんな技をやって、そういう邪魔しないだとか通り道開けるとか、そういうことを学んでるんだから、そういうことを、まあ、邪魔しないの、邪魔しないからこうできたね。そういう話ね。そういう話。それでこうやりましょう。邪魔しないでこうやってるとかね。今上からしたんですよ。上から これの時も邪魔してたらここに来るの。だからこの手は邪魔しないの、あちら行きたいんですかって言ってからこうやって落としたの。それから起きてきたらボカってここに落としたの。だから姿勢が良くならなくちゃいけないとか、傾かないとか、邪魔しないとか、そういうことね。大事がこうやって来て、邪魔しないの、邪魔しない。そしてこう来て落として、
そうそう猫とかね、いろんな形で できるよね。でいろんな形でやりましょうかね。塩投げでもいいよ、塩投げでも。で塩投げやめたってこっちに来てもいいよ、ね、いろんなこと形できるから。でいろんな形で後ろ取りでもいいや、後ろ取りでも、こうやって後ろ取りね、こうやって後ろ邪魔しない、邪魔しないの、そういう形ね。後ろ取りでも、まあ、片手取りでも両手取りでも何でもいいんだけど、いろいろやってみて、邪魔しない、まっすぐ、それ大事だから。じゃあこれは後ろに入ったの、今は入り身投げだから。入り身っていうのは相手の中に入るってこと、こう来たら彼の中に入るの。でも彼がいるからここにしょうがなくている、こういうふうにどうぞあっち行って、で入り身で入ってるの、入り身で。だ本当はここに入りたいんだよ、でも彼がいるから入れないね、これここが入ったのもぶつかっちゃうんだから。だからしょうがなくて彼は向こうへどうぞ、この代わり入りません、ね、入り身したいのだよね。それで後ろから取ったのが入り身投げで、表から入るとね、表から入るとこういうふうに入れるの。そうすると同じなんだけど、彼の中心に入ってんの。そして中心こう裏から入るのは入り身投げで、表から入るのは四方投げじゃねえ、一挙だね、一挙で、こういうふうにで、ここに入ったの、ここに後ろに入るとこう表に入るとこう表と後ろの違いだけだから、あ入り方はね。そしてこれをブレーキかけないの、加速してんの、こう来てんの、加速してるって補助してるって感じ、補助取りに来たんだけど転換したのがいいのね、転換向こうに転換、彼はこっちに転換したの、こっち、それからほらこう加速してるでしょ、ブレーキかけてないよね、全部そういう形、こういうふうに加速してるの。そしてこう、そしてここに入る、表から入るとって前から入ると一挙の形だから、ね、こうね、一挙こう来てんの、ブレーキかけてないの、加速してんの、こういうふうに加速、そういう形ね。そして表から入ると一挙の形、こういう手は強いから自分が行ったらこう反発して、彼は反発してあるの。だから手は やめないとダメ、こうテンションはいいよ、テンションはいい。で近づいてきてこういうふうに出してんので、自然と倒れるとこ探してんの。これを無理やりこの力技でこうやって倒してないんだから、で彼はこっち行きたいんだからね、こう行ってもいいよ。そしたらこう来たらこういうふうにして、この手をこうやってやらないの、やってこういうふうにほらして自然と倒れるような場所を探してんの。それが稽古だから、探すっていうのは稽古、反発して強くなるのは稽古じゃないからね。反発させて俺のが強いんだってこうやってやってんじゃのが稽古じゃない。こうやってやらないで、もう行くところを探してんの、ほら全然力なくても行くところ探してるのが稽古なのね。そういうふうに思った方がいいよね。なんでやろうかなと思ったんだけど、朝思い出したこうやってああ行かねえやって、で普通はこうやってやって行かねえやってなってるのね。でもこれ下ろしてきちゃうとこうなってくるよね、ただ下ろしてるだけ、こうやってきて下ろしただけ、こうやってそして出てきたの、それだけね。ただこう来て反発させちゃうのはもったいないから、もったいないって言うから良くないんだけど、反発しないでこう、反発しない方向、そしてこう出てきた、
こうでもいいよ、こうでも、こうでもいいよ、内側入ってもいい、外側入ってもいい、どっちでもいいんだけど、こう来て下げてきたらこういうふうに、そしてこういうふうに出してきたのね。要は何ていうのかな、反発しないってこと。反発カッと反発しない。この手こう、もうあっち行きたいんですか、で下がった、そしてこう、そういう感じね。じゃあちょっとただ下げるだけ、ただしこう横で下げちゃダメ、正中線で下げる、こう木剣と同じね、木剣、もう一回ね、こう横で下げない、正中線ここね、ここで下げるの、こうやってこう正中線、そしてまっすぐ、そういう感じね、ここね、で内側入るのも同じよ、こうやって言ったらこれ待ってんだから、だからこうほらまっすぐ、そしてまっすぐ出る。じゃあこう両手持ち、こういうのね、こう両手持ちで、これはただ下げてるだけ、こうやって上げてこう彼の行き場を作ってあげた、向こうね、そういう感じでこう向こう、あっちどうぞ、あっちどうぞって感じね。これ邪魔しちゃダメよ、邪魔しちゃ、やられちゃうんだから、邪魔しないで、こう邪魔しないで、どうぞって。でこれをやってから座って、同じ座ってこうやってね、邪魔、これは今度はまっすぐ、これダメなので、本当は彼向こうしたいんですか、僕を通り越して向こうしたいんですかって、こう少しよけてるよ、ほらよけて向こう行きたいのね、そういう感じでこういうにやってんのね、こうね、そういう感じでこうね、こう向こう、そういう感じね。じゃあ最初立ってやりましょう、どうぞ。